日本共産党の青森県議が28日、自衛隊弘前駐屯地のパレードについて、白昼堂々市民に銃口を向けてのパレードには怒りを感じます、と投稿したことで炎上しています。県議の投稿した写真からはそのような様子もなく、事実無根の抽象ではないかとツッコミが殺到しているわけですが、この県議は昨年のパレードでも反対活動をしていて、 観光客もおいでになる街中を白昼堂々銃口を突きつけるパレードは異常と言えますと同様のデマを流しているようです。要するに常習者というわけです。いかにも共産党らしい自衛隊への敵意むき出しのデマですが、いざ自分の身に危機が迫る有事において誰に助けを求めるつもりでしょうか。この手のデマは共産党だけでなく、琉球新報も2022年4月に、 米兵が本誌記者に銃口と報じましたが、記者と米兵の距離が推定250メートルもあって、目視で銃口を向けることは不可能という指摘を受けています。琉球新報が公開した動画を見ても、米軍が倉庫に突入する訓練を行っている様子しか映っておらず、突入時に周囲を警戒して銃を横に向けた瞬間を切り取ったものと思われます。 共産党もメディアも自衛隊や米兵には人権がないと思っているのか反論されないことをいいことにやりたい放題ですデマを流している青森県議にはぜひとも自衛隊員が銃口を向けたという証拠の写真でも動画でも公開してもらいたいものですがまあ無理でしょう言いっぱなしで終わりです最後までご視聴ありがとうございましたチャンネルとメンバーシップ登録高評価をお願いします